飲みます。塩レモンが売ってなかったですね。レモンさんはいただきます。いや、今日500にすればよかったな。500にすればよかった。全然飲めそう。ちょっとここのホテル外れっすね。ここのホテル外しました。外したね。まあ、たまにあります、外すことが。ちょっと残念ですね。なんかサウナついてるっつって、サウナね、サウナびっくりなんですけど、2人ぐらいしか入れないサウナでまあいいんだけど、風呂もめっちゃちっちゃいし、サウナ2人ですよ。そう、まあポイントがあるとさ、唯一タバコが吸えるっていうね。タバコは吸える、タバコは吸えますけどね。タバコは吸えるんですよ、ここ。タバコを吸えます。まあでもね、やっちゃいましたね。あとね、全然田舎で、全然なんかなんもないですね、ここ周りが。まあ5000円ですからね、出しちゃった。5000円でしょ、5000円。朝食入れて5000円で、駐車場も無料で。朝食どうなんだろうな。まあここ AB ホテルってとこなんですけど、 AB ホテルにも外れがありますね。前泊まったエビホテルすげえ綺麗でよくて、ここダメだな。ここちょっと残念な感じですね。いや、サウナが2人っていうのはちょっとびっくりしたな、あれ。風呂もね、5人ぐらいですかね。体洗う場が3個しかないし。まあ文句言うなよって話ですよね。いや、そうだな。うん、ちょっと残念な感じですね。あ、これ500にすればよかった。今日500飲めるわ。寝ます、もう。寝るよ、寝る寝る、疲れた。今日ね、多分ね、12時間ぐらいは、12時間ぐらい運転したかな。あ、10時間ですね。多分10時間を運転した。疲れた。
10時間は運転しめちたね。チキンです。サラダ。ここは朝飯ただなんですけど、朝飯ただだけど、ちょっとここはどうなんだろうな、何が出てくるんだろうな。なかなかファンキーですね。ファンキーだな。ファンキーだな、この声。なんでチキンを食ってるかっていうと、タンパク質ですね。タンパク質。やっぱセブンイレブン。やっぱセブンイレブンが一番いいですね、多分ね。こうファミマのやつなんですけど、ダメだこれ。あんま美味しくない。やっぱセブンイレブンのクオリティすごいな。セブンイレブンのサラダチキンすごいうまいですよね。これ、やっぱセブンっすね。セブンがなくて、今日はね、ちょっともうパソコン見ないっす。パソコンは見ない。明日の朝、あの定番になりそうですね。ホテル泊まったらサラダチキンとレモンサワーみたいな定番な
ちょっと僕の定番に なりそうですね。なんかここね、あの新幹線が通ってるんですよ、多分。で、新幹線が降りる場所になったけれども発展しなかった的な街っぽいですね、うん、全然活気がないし、なんか変な街です多分、まあホテルもまあまああるんですけど、まあ新幹線がね降りる場所になってこれはみたいな感じでなったけど、結局あんま人がこう降りないみたいな。ここね、なんか変な街っすね。ちょっと異様ですね。多分新幹線が降りれるけど外した街みたいな感じですね、多分、
捨てますから、こう。寝ろ、寝よ、寝よ、歯磨いて寝よ。あ、でも500にしなくてよかったっす。ちょうどいいや。疲れてるね、一気に。一気に疲れましたね。寝れますね。おやすみ。